よし、腰回収のはこれで最後かな。宮村ありがとう。いつも片付いてると思ってたけど意外と出てくるもんだね。細かいところまではなかなかやんないからね。あ、卒アルだ。ああ、中学のやつね。中学生の堀さんか。勝手に見たら潰す。卒アルってどれも大きいし重たいよね。当たり前でしょ、一学年分全員乗ってんだから。そっか。でも扱いに困るよね。邪魔になる大きさだけど捨てる気にならないっていうか。え、もしかして宮村捨てちゃったの？ううん、取ってあるよ。本当は捨てたかったんだけどね、重いし大きいしどうしていいか分かんなくて。でも結局捨ててない。自分にとって大事なものだったんだなって今は思うし。中学の頃の宮村を私は知らない。捨てたかったものがあったんだね。でも今は捨てなくてよかったって言えるものになったんだね。高校の卒アルも楽しみだね。うん、そうだね。死んでる、あれ。え、死んでる、死んでる。それがさ、宮村が餌やり忘れたって。え、嘘でしょ。え、じゃあ宮村のせいってこと？そういうことです。お父さん、やば。え、だってさ、3匹だよ。え、全部？全部、全部。もしかして谷原くん、俺に何か言おうとしてたのかな。じゃない？だってわざわざ断りに行くのがさ。断るんだ。断るよ、知らない人だし。でも真面目そうな人だったから理由もなく断るのは悪い気がして。じゃあ誰かに彼氏のふりしてもらうとか。え、誰に？俺やろうか？は？正気で言ってんの？もちろん。見なよ、マジ無理。失礼しました。あ、ほんと？じゃあよろしく。 OK、 行こう。で、俺は何をすりゃいいの？いれば勝手に察するでしょ。ほんと、
いてくれるだけでいいから。てかさ、俺でいいの？なんかもうちょっとかっこいい人の方が効果あんじゃね？いや、まあその人よりトールの方がちょっとだけかっこいいから。マジ？よし、じゃあ行こう。え、今から？早くない？4日待たせてんでしょ、早い方がいいでしょ。いやいや、ちょっと心の準備が。君たち、お昼食べ終わった？はい。悪いんだけどさ、各教室に資料配るのを手伝ってくれない？もうこれ以外にもあってさ。じゃあまずこれを。わかりました、私たちで十分なんで。助かる。じゃあよろしくね。はい。じゃあそういうことなんで。頑張ってね。ちょっと待って。付き合ってんでしょ今日は。うん。いややっぱ見に行けばよかったかな。さすがに悪趣味だよ。いやでもなんでトールに頼んだの？吉川さんも石川くんならいいかなって。ママ仕事終わっちゃったって。こんな時間に珍しい。ソータは？ママが迎えに行ってくれるって。久々に放課後ゆっくりだ。じゃあデートしよっか。え、デート？普段あんまり出かけられないでしょ。どっか行きたいとこある？ある！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 なんか変なことに付き合わせてごめん。ほんとだよ。だからさ、一言だけ言っていい？何？こいつは俺の彼女だからダメだって。え、黙って立ってるだけじゃなんかダサいし。来た。ごめん吉川さん、待たせて。あの初めまして、6組の柳あかねと言います。石川と言います。そっか、彼氏いたんだ。うん、ごめん。仕方ないです、僕なんかより石川くんの方がずっとかっこいいですし。ちゃんと返事くれてありがとう。僕はこれで。うん。ありがとう。なんだよあの超美形。そう？顔が綺麗すぎて怖かったよ俺。あ、ごめん、つなぎっぱだった。え？誰か見てるかも。だったらなおさら。あいつの友達とかも見てるかもだし。じゃあ続けてって言ったら続けてくれるの？恋人のふり。いいけど俺は。さすが。ビビってたでしょ。ビビってね。ビビってた。顔めっちゃダサかった。うるせえ。ダサすぎだよ。俺だってかっこつけてたの。かっこはつけれてなかった。いや、かっこつけてたもん。かっこいいと思ったんだけどな。やあ、さくら。何してるの？別に、何でも。私はこれ。
どういう顔してるのこれは。楽しかったな。よかったね。まさか1回で取れるとは思わなかったよ。うん。おい、あれ宮村じゃない？本当だ。やっぱそうだよな。うん。そういえば、ゆきトールのおかげでうまく断ったって。俺も石川くんから LINE 来た。なんか相手超美形だったらしいよ。マジで？まあでもゆきは高級食材苦手だからな。高級食材？庶民派だから。ちょっと何言ってるか分かんない。宮村くん、最近よく会うね。誰？同じ中学の。てかお前、何その可愛い子、まさか彼女？へえ、友達すらいなかった宮村に彼女がね。マジかよ。ねえ、知ってる？こいつさ、中学の時すっげー暗くて常にぼっちでさ。うるさい。は？宮村は暗くない。どうせあんたたちが宮村のこと暗くさせてたんでしょ。いつまでそんなつまんないこと言ってんのよ。は？行くぞ。何切れちゃってんの？ダッサ。いいから行くぞ。何なのあいつら。せっかく楽しいデートだったのに。まあまあ嬉しかったよ俺は。え？だって俺のために怒ってくれたんでしょ？それはだって宮村のことあんな風に言われたらムカつくし。それで桜が勘違いしたってことね。手繋いでるとこ見られちゃって。私も見たし、今日河野さんにチラッと聞かれて。でもどうしても本当のこと言えなくて。吉川さんって石川くんと付き合ってるの？うん、付き合ってる。そっか。私、河野さんに嘘ついた。私、本当は。久しぶりじゃん。おう、どうした急に。いや、宮村に会ってさ、偶然。おお、よく気づいたな。全然変わってたろ、見た目。おう。なんだかんだ言って、気になってたんだな、宮村のこと。ちげえよ。てかさ、なんであんな変わったの？あ、彼女できてさ、あいつ。一緒じゃなかった？うん。堀さんって言うんだけど、あの子と出会ってからなんだよな。宮村が変わったの。髪までバッサリ切ってな。その子にお前と同じこと言われたよ。宮村を暗くさせたの誰や？どうせあんたたちが宮村のこと暗くさせてたんでしょ。ウサギ。餌やり忘れたの俺なんだ。中学の時夏休み明け死んでたの。ウサギ。そっか。なあ、うん、宮村んちってケーキ屋だったよな。そうだけど。どこにあんの？何？謝りに行くの？わかんねえ。地図送る。ああ。
なあ進藤。ああ、俺なんで宮村のこと嫌いなんだっけ。覚えてないってことは大した理由じゃなかったんだよ。は？今日も雪来なかったか。もう何日目だっけ。3日？いや4日。風とか。風なら LINE 返ってくるでしょう。てか未読なんだよな。そっか。石川君。河野さん。あのちょっといいかな。うん。私ずるいんだ。河野さんは美味しいクッキーを作って勇気を出して自分の気持ちをちゃんと伝えた。だけど私ははっきりさせるのが怖い。ユキってさ、欲しいものほど何も言わないよね。え？何かを欲しがることって恥ずかしいことじゃないと思う。それが手に入るにしろ入らないにしろ。ホリ、吉川、ちょっといいか。え、うん。話って何？河野さんのこと？俺さ、河野さんに返事はいらないって言われたんだ。は？なんか俺と吉川が付き合ってるって勘違いしてて、ただ思いを伝えたかっただけらしい。勘違いしてるよって言わなかったの？だって約束しただろ、続けるって。じゃあもうクッキー食べられないじゃん。だからさ、お前が焼いてくれよ。黒焦げじゃないやつ。うるさい、もう焦げないもん。寒いな。そろそろ雪降んねえかな。雪なんか降らない方がいいよ。そうか、綺麗じゃん。最初だけだよ。雪かき面倒だよ、滑るし。泥だらけの雪がいつまでも残ってたらみんな困るし、春になって溶けるの待たなきゃ。いや、別に春になるから雪が溶けるわけじゃねえよ。え？雪が自分で溶けなきゃいけないって思ってるだけ。どんなに周りが溶けないでくださいって思っても雪が自分でそう思い込んでんの。だから溶ける。わかる？あったかくなるから溶けるんだよ。
桜が雪に溶けてくださいってお願いしてるわけ。何言ってんの。戻るか、寒いし。自分から呼んだくせに。まあまあ。あったけ。ありがとうございました。またお越しくださいませ。全部売れたね。今日もう終わり？そうなんです、明日もお休みで、次は明後日。そこの角曲がったところをまっすぐ行くと大きいケーキ屋があるんだけど、そこならまだ空いて。ここのがいいんだけど。え？まあいいや、明後日ね。チーズケーキがうまいんだって。うまいよ。あっそう、じゃあまた明後日来るわ。フルーツタルトも美味しいよ。じゃあそれも2個ずつ。うん、2個ずつ。君は俺と話してくれなかったね。目も合わせてくれなかったのは、きっと教室が広すぎたからだ。人が多すぎたからだ。谷原くん、来てくれてありがとう。ウサギ、ウサギの彼女、いい子だな。簡単なことじゃないと思う。でも友達になれない人なんてこの世にいないんじゃないかな。宮村。堀さん、お別れしようか。